どうも、ついちゃんこと、ついのぞみです。今回はですね、ちらほらね、コメントに、私の美容についての、ちょっとね、質問が、ちょいちょいちょいとありましたので、そんなにこう求められてるわけではないと思うんですけど、久しぶりにね、ちょっとメイクをしながら、美容についてお話ししていこうかなと思います。なので、ぜひ興味のある方は、最後までご覧ください。それでは、スタート!辻チャンネル。さあ、それではね、メイクをしていきたいと思うんですけど、今回はコンタクトをね、入れるところからいきたいと思っていまして、アマンでーすはい、まあ、マスクをしてるんですけど、今コンタクトを入れるところからいきたいと思いまして、今こんな感じ。もうさ、サチが薄っ、サチ薄めでからいきたいと思うんですけど、はい、初の私の YouTube では初めての裸眼公開ですサチ薄。さあ、それではね、早速いきたいと思うんですけど、まずコンタクトは YouTube を始めた時にも紹介したこちらのマックスカラーのルルピュアブラウンっていうカラーのコンタクトを入れます。そう、これさ、ドン・キホーテでいつも買ってたんだけど、最近さ、売ってなくて。でもコンタクトってほんといろんなコンタクトを試してきたんだけど、ほんと自分的にはもうちょっとナチュラルなものにしたくて、たださ、ほんとに痛いの他のコンタクト。これしかさ、なんか自分の目にしっくり、なんていうの、こうフィットするのがなくて、なのでこれを今使ってます。やばいよね、もうさ、こんなにも怖くない？こっち、サチ薄子でしょ見つけられないかな。そうでしょ、絶対そうなんだよ。マジで見つけられないと思うよ。コンタクトってね、本当にね、整形級だと思うけど、もうさ、つけるよ。それこそもうさ、プロってきたよね。はい、コンタクト入りました。そして、まあね、メイクをしていくんですけど、今回はそのね、美容についてまあお話ししていくということで、コンタクトだったりとかね、ちょっとパックもねしてからメイクしていこうと思って、今回はじゃんこちらのパックを使ってみたいと思います。スッチースッチーです。知ってるかな、まあ、大阪の人はね絶対に知ってると思うんですけど、スッチー、吉本新喜劇のスチコです。千の会、千の会っていうのがねめっちゃ好きでさ、うわーすごいんだけど、うわースチコ、すげえスチコだ待って、ちょっとさなんだろうな。ちょっと待って、なんかさ、なんだろうな。すごいね、これパンチあるわ。やば。どうなのこれ。できた。15分から20分とりあえずこのままね、美容トークをしていきます。で、今回は YouTube のね、コメントに美容系のね、質問がいくつか来ていたので、それに対してちょっと質問返し的な感じでね、答えていきたいと思います。こんな顔ですけど。まずは1個目。これ今だな。ん?パック中も可愛いのは何ですか?かわいい?これでもかわいい?気になる待って、それ今じゃないよ今じゃない、笑えないしパック中はブサイクです。はい、カラコンの選び方はそれこそ本当にもうね、今まで何十種類って買って試してきたんだけど、形がそれぞれ違ったり、まあ大きさもね違ったりするから、自分の目にフィットするものだったり、それこそドライアイだったり、その人それぞれこう、なんていうの、目の状態が違うから、マジで分かんないの、合うものがなさすぎて。でさっき紹介した
このカラコン、これがもうずっとつけてても痛くないし、むしろつけてないとちょっと違和感があるぐらい自分にすごいフィットしてるカラコンで、それ以外のカラコンは本当に痛いし乾くしずれるし、今のところ合うものが見つかってないっていう感じです。いろいろ試してみるしかないと思うんですけど、まあつけ心地もそうだし、つけた時のね、あの自分の好みとかもあると思うので、でも試すのにもやっぱワンデーだと結構量がね一箱に入っちゃってたりするから、それこそ本当友達と試し合いっこして見つけるっていうのは一つの手なのかなと思います。憧れてる顔、憧れてる顔、でも猫顔とか憧れます。私は割と犬顔、そしてダックスフンド顔みたいな感じなので、そうね、ちょっとキリッとした感じの顔憧れます。ブスでしかないブスでしかない、どうしよう、これあと2枚あるんだけど上なのかな。これやばくない？待って、ちょっと場所上げただけでもなんか全然違う。これさ、これで帽子、誰だかわかんないよ。誰だかわかんないよ。こうしてこうしたら。この距離マジで誰だか分かんない。サムネこれだな。さあとりあえずね、結構時間が経ったので外します。よし、乾燥がひどい乳液はこのね、皮膚科でもらうヒルロイドヒルロイドを塗ります。もうこれもうちょっとなんかこじはるみたいなおしゃれな動画にしたいな。だからこのヒルロイドもちょっと綺麗に写しといてもらおう。キラキラヒルロイド塗っていきたいと思いますみたいな。そう、蓋がね行方不明でさ、蓋がないの。ベースの作り方は本当に大したことっていうか、マジで何にもしてなくて、とりあえずヒルロイド塗るじゃん。で下地はこの RMK のベーシックカラー01ってやつを塗ります。うん、塗る。そしたらで次このね RMK のリキッドファンデーション104番、ちょっと黒めの色をこの周りだけ塗る、シェーディング的な感じ。日焼け止めは年中してないです。まあちょいちょいこの辺にどっかに入ってるかなと思って基本的に気にはしたことないですね。パフ、これは新大久保で買ったパフです。いやただね、私が思うに、まあ、新大久保で買ったこのね、このパフもすごいいいんだけど、私は100均のパフが一番好き。馴染ませます、シェーディング代わりね。そしたら次このね、ドクターエルシアのファンデーション、クッションファンデを周り以外のところをとりあえず叩いてファンデーションねしていく感じ。小学校6年生の時にモーニング娘。入る前にギャルメイクっていうのがその時ね流行ってて、お姉ちゃんのメイク道具を借りてメイクしたのが初めてメイクしたかな。ちゃんとほんとメイクし始めたのは仕事し始めてから12歳。でも12歳の時からもずっとメイクしてます。コンシーラーでクマを隠します。で眉毛ペンシルで描いていきます。なんかさ、眉毛もそうなんだ、まつ毛もそうなんだけど、季節の変わり目なのかどんどん抜けてくんだよね。それこそなんか欲しい毛がなくていらない毛があるみたいな。どうなの、やだやだ。で顔の好きなパーツは本当にない、本当にない。いやそれこそ本当、鼻がつけっぱなみたいですごいやだ。鼻を整形っていうね噂がすごい出てるけど、もう鼻をちっちゃくしたいのよ。ただ本当にこのわし鼻みたいなこの鼻は母譲りで、お母さんも同じ鼻してんの。でも本当に嫌なの、この大きい鼻が。
メガネかけるとつけっぱなって言われるし。もうでも全部本当にパーツ好きじゃない。好きじゃないからこそなんかちゃんと毎日メイクしてないとモチベーションがやばい。からなるべくこうメイクしてちょっとでも自分にちょっとでも自信を持てるように毎日メイクする。でそもそも自分の顔が本当に好きじゃないのにメイクしてない顔なんて本当に本当に嫌いで、からさ日々どんなに忙しくても最近はメイクしようって思った。美容だからね、小じはるみたいに喋ってる。そうだね、これを使っていきます。こじはるみたいにってどうやんのよ、どうやんのかな。なんかこう相性何こんなんじゃない、おかしいな、あれおかしいぞ。こじはるみは多分チップの持ち方とかこうかな。ちょっと出してください。アイシャドウを塗っていきます。でちょっとこうスモークがかった感じ。なんなんだろうね、でもみんな本当にあんな感じなの、あんな感じなの、みんな本当に。本当にさ、お風呂でキャンドルとか焚くの。それこそ同じ芸能人だし、同じアイドルだし。なんかすいません。本当なのってちょっと思っちゃうの。マジで私の生活と程遠すぎて。キャンドルなんてさ、いつ焚くの？私マジチーズフォンデュするときぐらい。キャンドル焚くの。本当年に1回、クリスマスに焚くかどうか。で一回さ、一回ちょっとやってみたいね。でもちょっと格上の YouTube 動画みたいな。とりあえずさ、じゃあ音楽変えてみよう。音楽がちょっと違うんだと思う。洋服？もうちょっとなんかワンピースなんかネグリジェっぽいさ。ああれね、テロ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 のね、すごい可愛いのもわかるの。ネグリジェみたいなやつ。寝ててさっていうのもあーってなる。わかる。もうあーってなっちゃうんだよねあれ。多分スノコに布団引いて寝てないと思う。そんなん言わなきゃ分かんないじゃん、うちがスノコで寝てる。スノコで寝てないかな、おじはる。ベッドでしょ。スノコがいいよ、カビ生えないし、スノコが一番。めちゃめちゃライバルじゃん。え？え？何？え？今笑うとこ？ライバルなの。え？私とこじはる。え？なんで？え？笑うとこ今。なんか違った？え、なん、何違ったかな？いやいやいや、でも見て。何それ？チップがさ、私これ今普通に使ってんの。美容系で行こうとしてたよね。ダメだ。だからチップもこう見えない方で。こっちだから使う。で、次は？もうない質問も。美容系 YouTuber 目指してたもんな。ダメだな。ダメだ。おしゃれな動画になるはずだ。音楽とちゃんとこうなんていうの、このフォーンってしてれば多分おしゃれになるか。とりあえず前髪やってくる。さあということで髪の毛をね、なんとなく前髪をねセットして戻ってきました。でまあメイク中にもお話ししていたんですけど、私はね眉毛とかまつ毛とか結構薄くて、でこういう何体の毛とかも割と濃い方ではないんですけど、でもやっぱり一応女子なので、夏場とかさ気になるわけですよ。皆さん毛の処理とかってどうしてるのかなっていうのをね、すごく私も気になっているんですけど、やっぱ脱毛サロンって結構いろんなところであるけど、ちっちゃい子とかがさ、やっぱ子供がいると毎回こう予約していくっていうのは難しいと思うんですよ。だからといってこうシェーバーとかでさ、こう顔だったり体だったりとかをこうさ剃ったとしても、やっぱり私は肌がすごい弱いのでカミソリ負けとかしちゃったりとかするので、すごいねやっぱり脱毛行きたいなとかっていう気持ちは結構前からね思っているんですけど、まあ脱毛ってさ夏に向けてやるわけじゃないですか。だから夏にやるっていうよりは本当に今やりたいみたいな感じなんですけど、そんな時にちょっとね知ったのが、じゃん、こちらのアイスレディのムダ毛ケア用 IPL 光美容器っていうね、これがね自宅でも簡単にできるということで、ちょっとね今回はやってみようかなと思います。よいしょ、中開けると、よいしょ、
じゃん。こんな感じでね、照射回数っていうのが約30万回っていうのが特徴らしいんですけど、30万回ってすごくない？どれだけ使えるのって感じなんですけど、 0.9 秒に1回照射できるらしくて、全身脱毛したいっていう場合は10分あれば脱毛ができるみたいです。で、こういうね、私みたいにこうバタバタしていたりとか、仕事で忙しい方だったり、家事だったり育児で忙しいね方には、本当にね、自宅で簡単にできるっていうのがすごいいいなと思います。だしね、本当に時短、その10分で全身できるっていうところがね、めちゃめちゃありがたいよね。まあね、これだけ見てもちょっとね、わかんないよって方がいると思うので、実際にちょっと使っていこうと思います。こんな感じで、本当にドライヤーみたいなサイズで、ここで多分ね、パチパチパチってやるんだけど、3種類のねパーツが入ってるよ。で、まあ脱毛行ったことある人はね、ご存知な方いると思うんですけど、脱毛器って結構光をパンパンって出すので、こういうさ、逃走中みたいな、おー、すごい、すごい、すごいよ、すごいよ。ちょっとさ、わかんのかな。ちょっとかけてみて、かけてみて、光を見て、すごい緑になる光が。おお、すごいよね。すごい。まずメガネに感動。わ、すごい。ね、おーってなるね。やばいよこれ。これはすごい。まあね、これをちゃんとかけないといけないのですごいんだけど、まあそれほどね、結構パチンパチンってくるのかな。で、ここの真ん中のね、電源ボタンを入れます。長押し、おー、来たよ。聞こえる？ウィンウィンウィンっつってる。この L1 っていうのが部分で使えるやつらしい。で、このね、電源ボタンをもう一回押すと、こっちの H1 っていうタイプになるんですけど、これがね、広範囲の部分に対応できますよっていうモードらしくて、さっきの L1 と今の H1、 そう、どっちかで自分のね、やりたい箇所だったり範囲とかを選んで、モードをね、切り替えて使えるっていう感じらしい。じゃあちょっとさ、やってみようかな。まあ広範囲、今この H1 H1 っていうのは広範囲になるんだけど、ちょっと広範囲じゃなくてもいいので、こっちの L1 でいきます。これはスキンケア用っていうね、赤いカラーのレンズ、ここに、おー、磁石です。まさかの、すごくない？すごい最新。もう何も塗らずに、この素肌のところに当てます。おー、え、全然痛くない。え、もうこれできてんの？え、これできてんの？え、全く痛くないよ。これ今 L1 ね、 L1 で結構ちょっとゆっくり自分のペースでやる感じで、これをさっきのね、 H の方にするとパンパンパンっていくらしい。いくよ。どういうこと？おー、押さなくてもいいんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、H いいね。はぁ、あ、いいよいいよ。え、すごい。え、これ全然家でいいじゃん。超簡単じゃん。全く痛くないし、全く熱くないし、むしろちょっとあったかいんだけど、冬場にはもう心地いいあったかさ。しかもこれ自体も別にすっごい重いわけじゃないから、疲れない。すごいね。今の時代さ、脱毛がさ、家でできるんだよ。で、次はここのね、電源ボタンを3回押すと、この CO っていうね、クールダウンモードっていうのになって、ここがね、冷たくなってるらしいので、パンパンパンってこう当てたところを冷やす感じ。おー、冷たいです。めっちゃ冷たい。あ、どんどん冷たくなってく。すごい。めちゃめちゃ気持ちいいんですけど。すごいね。なんかこれは週に2回こう光をパンパンパンって当てて、そうすると1ヶ月ぐらいからなんとなくこう毛に変化が出るらしい。だから今日は私がやって、まあ来年年またいでから私の毛が薄くなるのかな、ちょっと美肌になるかしら。
っちゃいいじゃんこれ。でさっきさこの赤いアタッチメントをつけてこう光をね当てたんですけど、このねつけないタイプで広範囲にできるらしい。で広範囲ってことでこの H の方で広範囲で当てていく。いきます。おお、さっきより強め光も。おおおお、あでもさっきよりちょっとやっぱ効いてる感あるかも。でも別に痛いわけでもない。私の性格的にはこの H の広範囲でバツ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 行くのが好きかな。こんな感じ。はい、こんな感じでね、ちょっとこのねアイスレディのまあ簡単なレビューみたいなのをやってみたんですけど、あのまあメイク中にも話していたんですけど、私はすごいもう昔からも今も敏感肌で、あのやっぱ脱毛でさ光を当てるっていうことで肌が荒れちゃったらどうしようっていう心配とかもあったんですけど、もうねこのアイスレディのあの光は全然痛くもないし熱くもないし、このやった後も逆にスベスベしてる感じなので、敏感肌の人でもすごく大丈夫だしいいのかなと思いました。やっぱりね肌ってやっぱりいつも触れるものだし、自分ではね一番こう気になるところだと思うんですよ。でやっぱり仕事柄私は衣装だったりとかで結構肌を見せることがあったりとかもする中で、毛の処理みたいなのはやっぱり気になるじゃないですか。ただ忙しくてこう脱毛サロンには行けないし、こうねやっぱりちょっと抵抗があったりとかもするので、こうやってねお家で簡単に脱毛ができるっていうのはめちゃめちゃありがたいなと思います。しかもこれはね無駄毛処理だけじゃなくてフラッシュ技術をね採用しているので、なんと毛穴とかをねこう目立ちにくくさせてくれる効果があるみたいで、キメだったりとか潤いだったりとかハリまでもね与えてくれる商品らしいです。いやもうさ最近私さ本当に化粧水とか化粧品を選ぶときにシワ改善とかたるみ改善とかそのハリ改善とかそういうものがさすごいやっぱりこう気にする年齢になってきたからめちゃめちゃ嬉しいよね。これでさもう1歳でも若返りたいなと思ってます。でやっぱ気になるお値段だと思うんですけど、やっぱさこれだけハイスペックだとあのお値段もね高いんじゃないって思うと思うんですけど、なんと3万円でございます。やばくない？いやもうそれこそさなんかもう脱毛のコースで行きたいってなったらさもう数万円かかるわけじゃん。でもそれがさ家でできるし、しかも3万円でもうあらゆるところやってくださいみたいな、できますみたいな、すごくない？あのなんでこの金額かっていうと、工場直営ブランドっていうので圧倒的なねコスパを出せるそうです。しかもですね30日間返金保証付きで送料が無料っていうところがねまた嬉しいね。ぜひね気になる方はこのアイスレディチェックしてもらえたらなと思います。はい、ということでね今回はまああの私にはなれない美容トークからの脱毛の体験レビューやってみたんですけど、まあ多分ねおしゃれにやろうって思ったんですけど全然おしゃれにはならず、まあいつも通りな感じにはなってしまったんですけど、まあちょっとでもね皆さんの参考になればいいなと思いますので、また今後もね好評であればこんな美容動画っていうのもやっていこうかなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。私はブログとインスタ、そして TikTok やってますので概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。